江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本は渓谷を低い国と見てるんですということですね。スレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではくーちゃん、お願いします。日本のネチズンは渓谷を2段階ほど低い国と見ています。渓谷関連の日本翻訳記事を読むたびに感じることだけど、明らかに今も渓谷をかなり低く見ています。私はそれでもかなり追いついたと考えていて、1段階ぐらいの違いだと思っているけど、産業であれ軍事力であれ実際よりも低く考えられています。我々がマレーシアを見ているのと同じくらい。渓谷さんがマレーシアをどう見てんのかがちょっと気になるな。はい、それではですね、こちらに対して渓谷の反応見ていきましょう。まあ渓谷さんの、まあ、見下し方は半端ないからな。2段階は違います。他人の視線を気にしているのが最も哀れだ。逆転されてる部分もあるのに何を言ってるんだ、わら。国防費は日本の方が多いので、我々が台湾を見るのと似ている。そのように見られても関係ない。そうだとしても日本は国が金持つというだけで、庶民の水準は我が国の方がより豊かな生活を送っている。我々は台湾のことを本当にわからないから下に見ているが、日本は我が国のことを全て知った上で非土に無視しようとしている。台湾のことを本当にわからないだって。渓谷のネチズンが C 国について話すことと一緒、我々が C 国や台湾について話しているのと同じだ。サッカーで言えば日本はポット1回圏、渓谷がポット2上位圏。でも出生率の低下のせいでこの格差はもはや埋まらない。若い世代の女の子が渓谷文化に熱狂しているというのに自分の顔に唾を吐いているようなものだ、わら。若い女の子が渓谷文化に熱狂しているから何だというのでしょうか。日本の女性が好きな渓谷文化、 K-Beauty、K-POP などは影響力がほとんどありません。2段階下というのは大げさでも1段階下ではあると思う。特定の部分で追い抜いても特定の部分でしかないから。その2段階下の国に給与水準で下回っていて、1人当たりの GDP でも抜かされているというのにとても嬉しそうですね、わら。しかし渓谷&台湾は現在がピークで、これからはどんどん下がっていく。日本が我々をどのように見ようがそこまで気になるか。ただ自分たちがやるべきことを一生懸命やって暮らせばいいだけだろう。台湾はでも TSMC は今うはうはらしいからね。じゃあですね、チャットの反応いきましょう。どうなんでしょうかね。じゃあ上からいきますかね。低い国とかじゃなくて、ただ興味のない国としか見ていませんが、何か否、ないものとして見ています。愚かだから低いと見ていますけど、底辺の国と見てます。そう見られることしかしてないからです。マレーシアに謝れ。そうだよ、2段階違うよ、もっと低く見ていいよ。お前らは散々他国見下してるもんな。何言ってるんだ、そんなわけないだろ。5段階くらいは下に見てるぞ、わら。マレーシアの方が上ですよ。台湾に謝れ。見下されたいんでしょ。そういう行いしかしてこないんだから、そう見るのは当たり前。ねえ、なんかね、ド M になればいいのに。いや、見下されてその視線が気持ちいいみたいな。誰、これぞまさにアウトオブ眼中。金だけじゃなくて、日本はそっちにない国際的信用があるんだよ。そういう風に外国を見てるから嫌われんだよ。借金で首が回らないのが豊かという国は渓谷以外は知らん。低いって何が低いのかしら。国に高いも低いもないけど、文化や人となりは最低だな。大丈夫だ、社会人になればみんな冷めるから。台湾、お前らと同列なんて屈辱あるよ。日本の若い娘はマスゴミに踊らされてるだけにだ。
若い子はいろんなもの見て学習してる段階、早く見放すためには知っておくのも必要だけど、洗脳されないように気をつけなきゃな。自己評価が高いのはいいですが、自らを顧みていただいてからもう一度比較し直してもらえないでしょうか。比べるのが恥ずかしくなって無理なはずなんですが、わら。調べれば調べるほど持っていることがわかる国、こんな虚言ばかり、国を下に見ないわけないだろ。不動産暴騰させて無理やりかさ上げした GDP で誇るのか。しかも一人当たりとか意味不明。見下されてるうちはまだいい、無関心こそ最大の見下し。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。